皆さんこんにちは。今回は取れば獲得プレー集のビニールに包まれた景品の角掛け獲得集というものを紹介していきたいと思います。でちょっと動画ご覧いただきたいんですけども、こんな感じでですね、景品の角の部分をもう横に滑らすような形で獲得する技を角掛けと、呼んでいまして、自分の動画でもこの、角掛けの獲得集というのを紹介したことがあるんですけども、ビニールに包まれた景品でも、活用できますので、その動画を紹介していきたいと思います。でこんな感じでですね、ビニールに包まれた景品で、角の部分がこう出っ張っているような時があると思います。でその時にアームを、このような形でですね、横に押し出すような形で獲得することが時たまですね、できます。必ずできるわけではなくて、アームパワーに依存したりするんですけども、まだ獲得が難しそうな状況でも一気に、この技を使って獲得することができますので、ぜひぜひ皆さんもチャレンジしていただきたいと思います。でいくつかですね、解説しながら紹介させていただきたいと思います。まあ、こういうふうな形でビニールに包まれた大きい景品でたくさんあると思うんですけども、角の部分がですね、こういうふうに出っ張っている形はチャンスですね。でアームをこんな形で引っ掛けるで獲得することができますので、まあ、意図的にですね、ああいうふうな出っ張ったところを狙って、プレイされるといいんじゃないかなと思います。でアームがですね、パワーに依存するんですけども、景品が大きければ大きいほどアームパワーで強いことが多いので、むしろビニールに包まれた景品の角掛けは大きい景品の方がチャンスです。でこれも結構大きい景品なんですけども、こんな形でですね、横に移動させるような形で角の部分を引っ掛けて獲得することができます。割とあのビニールに包まれた景品って沼りやすいような形もあるんですけども、こういう風な形でですね、一気に獲得することもできますので、ぜひぜひチャンスがあれば皆さんにもトライしていただきたいなと思います。でこの景品もですね、角の部分出っ張っているの分かりますかね。あの部分を左アームを使って引っ掛けて、獲得することができましたので、あのアームの先っぽがですね、あの横向いてるかどうかとかも結構重要になってくるんですけども、そのあたりも意識しながらチャレンジしてみるといいのかなと思います。でこれはですね、結構大きい景品で、なんか箱型の景品に結構似てる形ですよね。でこういう景品であればまさに角掛けもしやすくてですね、まあ、景品の角の部分をアームの先っぽというよりは横のところら辺をこう引っ掛けるような形で、右側に移動させて獲得するような形も、できます。まあ、こういう景品って結構取ればでは数多いと思いますので、もし同じような状況を見かけたらですね、トライしてみるといいんじゃないかなと思います。で、最後これですね。これは結構ですね、すごく綺麗に、決まった角掛けの動画になるんですけども、左アームを使って景品のこの手前のところをですね、かけていくようなところをイメージしてますけども、一回刺してから角掛けで獲得するということで、まあ、結構運の、要素もあったんですけども、あんな感じでですね、見た景品刺してからこう角にアームをつけて横に引っ掛けて獲得するようなことも、時たまできますので、ぜひぜひ、このような形チャレンジしていただければなと思います。で今後ですね、このビニールに包まれた景品の獲得技というものをこの角掛け以外にもいくつか紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いできればと思います。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。